その日、いつもの夜、お医者さんごっこをしていた。公園、あるいは道端で、僕たちは集まると、特にすることもないので、大抵はお医者さんごっこをしていた。二人ですることもあれば、五人ですることもある。たまたま居合わせたメンバーで、唐突にお医者さんごっこは開始される。誰がお医者さんの役をやってもいい。誰が患者役をやってもいい。一時は清掃員がブームとなり、全員が清掃の役についてしまったものだから、医者も患者もおらず、ただ病院に見立てた道路の片隅を黙々と掃除するのみという、どのように想像をしてもお医者さんの作業を真似ていると思えぬことをしていた時期もあったけれども、それでもやはりあくまでお医者さんごっこであり、僕たちにとってそれはそれ以外の何者でもなかった。だから僕たちは正直に答えたんだ。何をしているのかを尋ねられると、お医者さんごっこだと。もし偽ったなら、質問した相手がお医者さんごっこをやりたくとも仲間がおらずできない人であった場合、混ぜてあげられない。僕たちはこの遊びを仲間内だけの特別なものとして扱うつもりはなかった。筋を知らぬ人でも興味を抱き参加したいというなら、一回ごっきでも歓迎したし、誰かが違う場所でこの遊びを広めたとしても、特に自分たちが発明したものであるのを説明する必要を感じなかった。ルールはその都度、都合の良いように変えられた。人に言わず、自分だけで勝手に設定を変えてしまう者もいて、歯科医だったのに、突然、外科医に変わっていって、発症するはずなのに、お腹を切り出したりするので、患者、看護師、麻酔係たちは混乱してしまうことになるのだが、本当に手術をしているわけではないので、そんなに問題はなかった。したがい、とても驚いたのだ。急にかかしを見せろと言われたことは、お医者さんごっこであるのなら申請をしていなければならない。持っていないというと不正行為だと怒られた。怒られた、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 怒られた。お医者さんごっこをする者は、事前に届け出をして、お医者さんごっこ税を支払っていなければならぬ。もしかして、宗教法人か。それなら課税の対象にならないからな。宗教なら宗教だと言い張った方がいいぞ。宗教だな。そうしておくよ。俺も役目柄取り締まらなければならないんだけどさ、ここでお前らが昔からそれをやっていたことは個人的には知っているわけだし、言い張ればさ、あそこは風習としてやってるみたいです。報告しておくしさ、つじつまを忘れるさ。宗教だよな、宗教だよな、宗教だよな、宗教、宗教だよな、だよな、だよな、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 宗、な、宗、な、宗教だよな、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 な。知られもよかったのだけれども、宗教ではないと思ったので、僕らは違いますと親切な提案を却下してしまった。別だ、堅苦なわけではない。自由とかを主張したいのではないのだけれども、間違われるのは嫌だし、時だとしても自分から明らかに異なるであろう名目に左右するのは気が乗らない。そうすることで、大事な何かが損なわれるのを僕らは本能で察していた。耳障りの良い他の者の名を僕たちは語
強い風が吹き荒れる水面の上を、私たちの乗る船まで、確かに彼は歩いてこられました。驚きましたが、しかし私たちは納得しました。これは不思議ではないのだ。その日、いつもであるお医者さんごっこをしていた。公園、あるいは道端で、私たちは見ました。彼が湖の上を歩いておられるところを、僕たちは集まると、特にすることもないので、大抵はお医者さんに移行していた。私たちの乗る船まで、確かに彼は歩いておられました。二人ですることもあれば、五人ですることもある。驚きました。たまたま言い合わせたメンバーで、しかし私たちは納得しました。当然のお医者さんごっこは最後から、これは不思議ではないのだ。バレないところに場所を移し、こっそりのお医者さんごっこを行いながら、
自分への